ちは、シュです。今回はモミジがね、情報修正して覚醒スキルに追撃がついたんだよね。なんでモミジをサブにして使ってみたいなと思います。で、闘技場3だね。で、リーダーね、何にするか悩んでヨグソトースにしようと思ったんだよ。なんだけど持ってないんだよね。なんでフレンドで借りていこうかなと思う。で、自分のリーダー後ろトトラだね。まあ代用になるかわかんないけど、今回これ使ってやっていこうかなと思う。リーダースキルが攻撃、体力悪魔タイプの攻撃と回復2倍っていう点で、ヨグソトースがね、悪魔タイプで一応タイプとしてはね、合ってるんだよね。なんでやっていこうかなと思います。じゃあやっていきましょう。本当はね、さっきやったんだよね。ちょっとやったら意外と、まあまあそんな悪くはなかったから、いけんじゃないかなと思うんだよ。で、これやばいな。これ使って、あ、でもこれさ、これでいいんじゃない？これで分割しとけば、ヨグソトースのリーダースキルが出る。うん。ちょ、危な。まあ、落ちやすいぞ。もらってもよかったかもしれないんだけど、やっぱもらわない方がいい。で、基本ね、光1個の全力コンボで倒せることが多い。まあ、倒せないことも全然あるんだけど、倒せることが多い。ただ、光2個あった時の安心感はすごい。かなりの確率で倒せちゃうからね。オッケー。で、どうしよう。サリア使っちゃおうかな、次。サリア使って。あー、少なここ分割したいな。まあ、悪くないんじゃない？光にコンボ入れた時の火力が、まあ、ちょっと貫通できないぐらいか。これね、本当はヨグソトースなら余裕で貫通できてると思う。いや、欲しいね。ヨグソトース。たださ、前エルメ降臨かなんかでさ、新スキル出たじゃないですか。なんで、そのキャラのガチャがね、もうそろ来んじゃないかなと思ってんだよね。なんで、それ来た時に割とヨグソトースも対象になってたら狙い目なんじゃないかな。いや、でも本当にさ、これモミジとかなり合ってるよね。モミジがさ、ヨグソトースがさ、火力出すぎて火力調整が難しいみたいなとこあったと思うんですよ。それをモミジ入れることによっていい感じに機能ができてると思う。で、これちょっとやばいな。 HP80% 以上持っていけなかった。どうしよう。あ、いいね、2ターン脇。これで倒せないでしょうか。確か後ろとトラがね、10コンボで最大倍率なんだよ。よし、いいね。これで80倍以上になったから、さっきよりは火力が出てるはず。もう1コンボいけたけど、ちょっと無理だったな。落ちコン。いいね。いや、なかなか思った以上に機能はする。最初ね、後ろとトラでやろうと思ったんだけど、列回復あるね。と思ったんだけど、後ろとトラのね、フレンドがいないんですよ。結構強いと思うんだけど、やっぱコラボキャラってね、廃れちゃう運命にあんのかな。はい。OK。いいですね。で、使ってみた感じ、この、追撃で縦1列で消すと、根性無効化できるのはすごいありがたいんだけどね、縦1列で消すことにより、コンボ数が伸びなくて、そもそも根性ラインまで削れないっていう事案が割と発生してしまっている。まあね、そこの調整の難しさだよね。OK、危ねえ。ちょっとすげえ右下がずれてたけど、一応噛めた。これでいけんじゃないかな。あー、ちょっと、あー、いけた、火属性でいった。で、ここどうしようかな。ヨグソトースもったいないかもしれないけど、使っちゃおうか。使って、いや、このジンも異常に強いよね。異常に初の回復含めた二色陣、これのね、色違い出てもいいよね。闇と回復の二色陣とか。でも、そのうち光が出たってことは多分出ると思うんだけど。うわ、1000万出てる。すごいね、本当に。後ろとトラで1000万だから。うわー、来ました。めちゃめちゃいい敵来ました。ただ、回復が5個ない。そう、こういうこともね、全然よくあるんだよね。せっかく、追い打ちのチャンスだけど、回復がないみたいな。
オッケー、よーしよしよし、ここで見せ場、ゴリ押しで持っていくのが一番いいんじゃないかな。うん、倒せたでしょう。あ、一応強いにしとくか。オッケー、いいね、落ち込む乗って、でここはちょっと光温存気味に行きたい気持ちもあるんだけど、温存しちゃうとさ、あれなんですよ、コンボ数が伸びないから温存は基本あんまりしたくない。でもこういう場面考えると温存しとけばよかったってなっちゃうよね。結果論的に言うと光がないから。ただ火属性でも割とさっき削れたことが分かったから、これ火属性でいけないかな。とりあえず全力で、で火は2ウェイにしよう。火2ウェイにして、これでいけないかな。ちょっとさすがに厳しいかな。ちょっと厳しかったけど、まあ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 、でここで倒します。こんな感じかな。一応盤面最大な気がする。 OK、いいね。これ光1コンボ分落ち込んでね、かなり倍率出るときと出ないとき、光2セット入るか入んないかでだいぶ変わっちゃうから、結構希望があるよね。やべえ、火力足んないと思ってもそこで落ち込ん1個来るだけで、光の落ち込ん来るだけでだいぶ火力上がるから。 OK、 で次のプレドラはイルミナ使って抜こう。で今相手これ闇属性じゃなかったら結構火力的にギリギリだったかもしれないな。よし。で、ソニーアグランの方がいいかな。ゼフラね、割合来ちゃうからあんまり。とりあえずまとめて消そう。光まとめて消して。はい。あ、なんならいい調整いけないかな。あー、ダメか。今光なかったり、意外といい調整いったかもしれなかったな。回復5個ない。とりあえず根性外しましょう。1,2,3,4,5,6、 止まれ7。いや、いいんじゃない、光入ってないし。 OK、 完璧。でここでしっかり分割したいんだけど、せっかくさ、もみじの追い打ちの良さを今回見せたいんだけど、なかなか追い打ちが結構ね、光じゃない、回復5個っていうのもそんな使ってみるとない場面が結構多いね。悪くない、いいでしょう。で次が絶命だか。ここしっかり回復しときたいけど回復ないんで、まあ、いっちゃおうか。そこに回復落ち込んないかな。まあ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 、まあ、でここ怖いな。いけるか、いけるでしょう。ちょっとやばいかもしれないけど、いけることにかけて。この子ね、光半減あるからそこがちょっとやだよね。いや、落ち込んは素晴らしい。よっしゃ、危ねえ。今副属性で一気に持っていったね。ちょっと本当にギリギリだった。で OK、 こういう HP80% って盤面に光2個あるときは本当に神盤面。いいね。で光2個来い、光2セット。うおー、あー惜しい。光2セットあれはだいぶラッキーだったんだけど、まあしょうがない。あ、でこれ家具土とか出ると熱い。あー、めいめいか。これ落ち込ん信じます。落ち込ん次第ではいけるんだよね。そう、光の落ち込んさえあれば全然突破できちゃう。 OK、 頼む、光落ち込ん。惜しい。何が惜しいか分かんないけど惜しかったね。でこれ平積み安定かな。待ってね、だいぶ悩んでるね。
うん、あーでこれ2面にしたかったな。いけるかな。光落ち込んなんなら来てほしいところはある。いやでも落ち込んがいいね。いけ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 、イエス。で光消すな、光消すな。うわー、いい、完璧。回復あればなおさらよかったけど、はい、OK だね。で回復落ち込んこないかな。多分これは倒せると思う、この量で。よーしよしよし、意外といけちゃうね、この牛尾トトラ&なんだっけ、ヨグソトース。いや使ってみたいよね。でもここまでや、ここまでっていうか、普通にヨグソトース、ヨグソトース一回使ってみたい。次のランダンヨグソトースになんないかな。いやでも実際やばいね、ヨグソトース次のランダンになったら荒れんのかな。荒れはしないか。これで多分あれまで持っていけると思う。落とし、わ、いいね、これいいよ。あー違う、ごめんなさい、やっべー、これちょっとやばいかも。落ち込ん、落ち込ん、あぶねー、今落ち込んこなかったら多分負けてたと思う。そう、今落としになってるつもりだったけどなってなかった、あぶねー。でも結果オーライでしょう。そう、結果だよ結果。ちょっと盤面悪いな、これこれめっちゃ盤面悪くないかな。1、2、3、4、5、6、落ち込ん、いける、いいね。悪魔キラーが後ろとったら多分刺さってるんで、これ光の2セットあれば倒せると思うから、とりあえず光の2セット呼ぼう。回復の影響してくると結構厄介なんだよね。よーしよし、めちゃめちゃ激アツで、ここでしっかりとコンボできれば、はい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 、オッケー、いいね、悪くないよ。で落ち込ん乗ってくれるとなお良い。まあ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 、まあ、これヘラの先生耐えれるでしょう。ああ、うわ、全然、おすげえ、そうか、ヨグソトースの軽減も入ったのか。で紙バインド来ても、紙バインド、紙タイプがいないあれ、こういう場合ってどうなるんだ。紙バインドが来ないぞ。これは、あ、さすがに無理か。ちょっと分かんないけど行きます。これどうなんだろう、自分でも分かんないよ。はい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 、あー、でこれ一応盤面最大かな。ちょっとこの毒があるからね、これ。よし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 、激アツだ。しかも 80% は超えてないのかな、この量だと。うわー、嫌なの来たな。光以外、光以外、光以外、光吸収以外でお願いします。嫌なの来たな。これいけるかな。ノアドラめっちゃ苦手なんだよね、勝率がめちゃめちゃ低い私の。あー、こうか。ただまあいけるっちゃいけると思う、うまいことやれば。 OK、 来なかった。早めのサリアはありかもしんない。これインドラ使いの難しいな、サリア使いの。風神は使います。わ、これむずいな、500万でしょ確か。光にセットやっても今ヨグソトースの 80% 以上リーダースキルが出てないんだよ。いやもう始めちゃってるパズル。そう考えると、いやどう、この適当コンボどうこれこのコンボ落ち込んどれ、どうかな。うわー、いい、かなりあ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 りの。でこの量だと超えてんのかな、 80% 以上。難しいな、これ。よぐるか、よぐります。よぐって平積み、ちょっとうわ難しい。結構出せるもんね、結構出せるから、これ本当に全力でいっちゃおう。うわ、やりすぎかな。 OK、 どうこれで
最大倍率は出ました。いいね、あり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 、全然ありの。ただこっからのダメージがでかいんだよね。あーしょうがない。でイルミナからのシーンかな、シーン使っちゃおう。ちょっとこいつ倒すのに全力になります。やべ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 、オッケー、倒せたでしょう。ここは乗り切ったはず。あ、下がちょっとずれてんな。いいね、行ったでしょう。イエス。ただやばい、ただやばい。ただエンハンス効いてるからね、エンハンス効いて光にコンボさえあればいける。この暗闇が光だったら、1個でも光だった、うわー熱い。これいけるでしょう。はいはいはい、めっちゃキックなってる、めっちゃキックなってる。こうかな。一応盤面最大だね、盤面最大。頼む、行ってくれ。落ち込んで乗れ、1個。イエス、危ねえ。意外といけちゃう、本当に。まだ勝ってないんですけど、すげえキュッキュなんな。はいはいはい、オッケー、悪くないよ。ただ後ろとかがね、回復倍率乗ってたと思うんだよ。なんで結構回復はできると思う、結構回復はできると思う、結構回復はできると思う。